この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はスイッチとリラクタンスモーターを作ってみます。スイッチとリラクタンスモーターですが、動作原理としては電磁石が分かっていればリラクタンスモーターがどのようにして動作するかがおおよそ分かります。まずそれぞれの電動機を回転させる原理についてです。同期電動機は電磁石と磁石の吸引力で回転します。誘導電動機は電流が作るローレンツ力で回転します。そして今回作るリラクタンスモーターは磁気抵抗によるリラクタンストルクで回転します。電磁石が鉄にくっつく原理と似ています。このリラクタンストルクを使ったモーターをリラクタンスモーターといって、その中でも特にシンプルな構成で作れるものがスイッチとリラクタンスモーターです。このスイッチとリラクタンスモーターはモーターとしての構造も他の電動機と比べてだいぶシンプルです。今日はこれを作りながら解説していきます。ここで今日のスポンサーのディジキーからお知らせです。ディジキーからなんとプレゼントがもらえます。ディジキーから部品を注文するときに概要欄にあるリンクから購入してもらうと、ディジキーからミステリーギフトが届きます。何が当たるかは分かりませんが、ディジキーと一見がコラボしたミステリーギフトやいろいろですね、日本風なものももらえます。一応概要欄のリンクから部品を購入してもらって、そして応募した人には全員当たる予定なんですけども、数に限りがありますので早めの応募お願いします。スイッチとリラクタンスモーターの動作原理を説明するために、まず電磁石を作ります。こんな感じでぐるぐると巻いていきます。導線を巻いた鉄芯を用意しました。この導線に電流を流せば、これが電磁石となって他の鉄とかがくっつくようになるわけです。では実際にやってみます。電磁石に電流を流して、でそして鉄を近づけると、このようにくっつくんですね。でリラクタンスモーターもこのようにして細い線に電流を流しすぎたみたいです。丸焦げです。少し気をつけましょう。電磁石のコイルに電流を流しています。鉄に近づけるとこのようにくっつきます。これがいわゆる電磁石です。先ほどは電磁石と鉄がくっついていましたが、このようにくっつけないようにすれば電磁石の方向に鉄が向いていきます。このように中身の鉄が電磁石が作る磁束によって引き寄せられていくんですね。これがスイッチとリラクタンスモーターの動作原理です。リラクタンスモーターのリラクタンスというのは磁気抵抗のことです。磁気抵抗っていうのはなかなか不思議で、磁気抵抗が最も小さくなるような状態を維持しようとします。例えばこの回路で説明してみようと思います。外側にコイルを2つ置きます。こことここです。これは先ほどのぐるぐる巻いたコイルです。そして中に鉄を入れます。これは先ほどのこの鉄の部品です。このコイルに電流を流した時の磁束の流れはどうなるかというと、このようになります。鉄の部分をここにぐにゅって曲がって通っていきます。この状態というのは磁気抵抗、リラクタンスが大きい状態です。磁気抵抗をなるべく小さくしようとする状態になります。そうすると中に入っている鉄芯が回転して磁気抵抗をなるべく小さくしようとします。そうするとこの中に入っている鉄芯にこういう風な方向のトルクがかかって回転します。そして回転した結果がこの状態になるわけです。このトルクをリラクタンストルクと言います。この状態で磁束がどのように通るかというと、この鉄芯の中を通って直線的にこういう風になるわけです。これが磁気抵抗が最も小さい状態です。このようにしてリラクタンスモーターは回転します。こんな感じでスイッチとリラクタンスモーターを自作してみました。固定紙の部分と回転紙の部分は鉄入りのフィラメントを使って 3D プリンターで印刷しました。こちらが回転紙です。そして固定紙にはコイルを巻いています。では実際に固定紙のコイルに電流を流してみます。回転紙の位置は適当です。例えばこのくらいにしておきますか。そしてここのスイッチを押して固定紙に電流を流すと、このようになりました。もう一回いきます。このように少し回転紙をずらして固定紙に電流を流すと、はい、こちらの部分で LED が光っています。この LED が光っているところのコイルに電流を流しています。なので磁束がこの方向に流れているわけです。先ほどは回転紙がこの状態でした。これは磁気抵抗が高い状態です。コイルに電流を流すと磁気抵抗の低い方向に行こうとしますから、このように回転紙が回転するわけです。他のコイルにも電流を流してみます。こちらのコイルに電流を流してましたが、磁気抵抗が低くなる方向に回ると、それぞれのコイルに順番に電流を流していくと、こちらの回転紙もそれに従って回転していくと、磁気抵抗の低い状態に向かおうとしてこのように回転していきます。こんな感じで今時計回りに回転していますが、こちらのですねスイッチの入れる順番を変えると反時計回りにもできます。
このようにタイミングよくコイルに電流を流すとうまいこと回転させることができます。このようにスイッチとリラクタンスモーターの特徴ですが、構造はものすごいシンプルです。回転子の部分に磁石を使わないので、モーター本体を低コストにできます。磁石が欠けたりとかもしないので頑丈です。スイッチとリラクタンスモーターには専用の駆動回路が必要です。誘導電動機や同期電動機であれば3層インバーターがあれば十分ですが、こちらのスイッチとリラクタンスモーターはまた別の駆動回路が必要です。例えばこんな回路が必要になります。ここのスイッチの部分が MOSFET とかになるわけですが、結構スイッチの数多くなりますね。回路の構成は少し大規模になってしまいます。それ以外にも SRM のデメリットはいくつかあります。まずはトルク脈動が少し大きめなことです。実験で見た通り、回転子の動きの部分はそこまで連続的な動きをしているわけではなくて、ちょっとカクカクカクみたいな動きをしています。それに加えて騒音は大きくなります。こちらの回転子の回転方向の力に加えて、ラジアル方向って言って、こちらのちょっと膨らんだり縮んだりする方向にも力が加わります。動画の最初の方でやった電磁石がくっつく実験がありましたが、それと同じです。こちらの固定子の部分と回転子の部分にくっつくようなラジアル方向の力が加わります。そのため回転子と固定子が変形して振動と騒音が出るわけです。ただこういったトルク脈動や騒音といったデメリットを小さくする制御も開発されています。固定子に流す電流をうまく制御することで極力デメリットを小さくできるという報告もされています。よくある質問で、構造が似ているステッピングモーターとは何が違うのかというのがあります。一般的なステッピングモーターは回転子の部分に磁石が入っています。こちらの回転子の部分も見てみると細かい刃がたくさんありますが、それが磁極になっています。その磁極が固定子の作る磁界に引き寄せられます。こちらはどちらかというとマグネットトルクを使っているわけです。リラクタンストルクとマグネットトルクで違いますが、回転の原理としては似ています。磁石が引き寄せられるんですね。ステッピングモーターの動作原理については以前作ったので、そちらを参考にしてください。今日の動画で出てきたリラクタンストルクですが、こちらは同期電動機でも使われています。こちらに同期電動機の回転子を用意しました。この部分が積層の鉄心で、その中に磁石が埋め込まれています。これは埋め込み磁石型の同期電動機の回転子部分です。同期電動機はマグネットトルクを主に使いますが、回転子の磁石配置を工夫することでリラクタンストルクも使えるようになります。こちらの赤色に塗った部分が磁石です。固定子の回転磁界と回転子の磁石のマグネットトルクを利用します。この回転子でいうと、この部分に磁束が通ります。あとはこの中の部分もですね、磁束が通るようになります。その磁束のリラクタンストルクを使います。電気自動車やハイブリッド自動車には埋め込み磁石型の同期電動機がよく使われていますが、その多くがマグネットトルクだけではなくてリラクタンストルクを活用しています。その2つをうまく活用することで、電動機とインバーターで見た時のトータルの効率を高めているわけです。というわけで今日はスイッチとリラクタンスモーターを作ってみました。こちらは電磁石の発展系としてはかなり分かりやすい教材かと思います。よくある電磁石の実験だとコイルと鉄がくっついて終わりみたいなことがよくありましたが、こういうふうに割と実用的な応用例を示せるというのが面白いんです。スイッチとリラクタンスモーターは同期電動機や誘導電動機ほど活用の幅は広くないです。なんかいい活用先が見つかればいいかなというふうには思っています。同じリラクタンスモーターでも SYNRM というのがあります。これはシンクロナスリラクタンスモーターのことです。こちらの SYNRM シンクロナスリラクタンスモーターは鉄道などの分野ではもうすでに実用化されています。こちらのリラクタンスモーターについて今後ですね、どのような場所で活躍するのかいろいろ期待しています。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。